ジャンボドリアールはフランスの哲学者、思想家である。消費社会の神話と構造は現代思想に大きな影響を与えた。ポストモダンの代表的な思想家とされる。マルヌケン・ランスのザクミノリの家に生まれる。ちなみに父親は下級管理であった。1948年、ソレボンヌ大学に入学。当初の専攻はドイツ語。 1962年、フェリックス・語りとと共に、フランス中国人民協会を設立。この頃より、カール・マルクスや、ベルトルト・トブレヒトの翻訳を発表する。1966年、博士号を取得。博士論文は、ものの体系で、審査員は、ロランバルト、ピエール・ブルデュー、アンリ・ルフェーブル。パリ大学のテル校で、ルフェーブルの助手となる。その後、 対象のシステムを発表し、フェルディナンド・ソシュールの記号論を、貨幣は一定の初期能において、それ自身の単なる記号によって置き換えることができるといった、マルクスの価値理論に取り入れた画期的な視点で、脚光を浴びる。1977年、誘惑論除雪、風光を忘れようを発表。ミッシェル風光の怒りを買う。1986年、 ナンテール教授を辞任。2007年3月6日、パリの自宅で死去。77歳。大量消費、再生産時代を迎え、商品が、使用価値としてだけでなく、記号として立ち現れることを説いた。しかし、アラン・ソーカルらによって、数学、科学用語を不適切に使用しているとの批判を受ける。1990年代には、写真家、 写真評論家としても活躍し、写真評論集として、消滅の技法などがある。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件前から、ワールドトレードセンターのツインタワーについて考察し、クローンやディズニーランド湾岸戦争からは、サダム・フセインのイラクとイスラム教のテロ、グローバリゼーションとアメリカナイゼーションを題材に、アメリカや、 世界自身が持つ問題を積極的に論じた。1992年の在留ジョン・オブ・ザ・エンドでは当時のフランシス・福山の歴史の終わりに代表される自由主義への楽観的な見方について批判をしている。ボードリアールの哲学は芸術の分野に影響を与え、1980年代のニューヨークで台頭したシミュレーショニズムの精神的支柱になっており、 映画マトリックスの元にもなった。特に、ウォシャウスキー監督は、ボードリアールを非常に意識しており、主演のキアヌ・リーブスなど、キャスト、クルーのほとんどは、シミュラークルと、シミュレーションを読まされ、台本にも、ボードリアールの名前が頻繁に出ている。映画の中でも、シミュラークルと、シミュレーションが登場するシーンがある。二作目の制作に入る前に、監督は、 ボードリアール本人に助言を求めたが、ボードリアール自身は拒否したという。今村人しらにより、日本語訳も多く出され、日本では特にニューアカーブームの1980年代に人気の思想家だった。堤見二は、ボードリアールの著作、消費社会の神話と構造などに触発されて1980年に無印良品を始めた。 1981年に来日し、シンポジウム、ボードリアールフォーラム東京十1省庁交換と、シミュレーションの時代を、当時若者、消費文化を牽引していた、西部百貨店で開催し、広く注目された。阪神、淡路大震災の直後に来日し、国家がこれだけ豊かになったのは、市民がそれだけ貧しい状態に置かれていたに、 過ぎなかったからだと感想を述べ、富の蓄積はあっても、国内での富の再配分に問題があるのではないかと指摘した。1997年には、パルコギャラリーで写真展開催。2003年の来日では、早稲田大学で、暴力とグローバリゼーションを、公演、会場の大熊小行動を超満員にするほど、大学生にも人気があった。ありがとうございます。